を磨くなら先生を磨け、 OB ディレクターの大藤でございます。うちです。もう今週じゃないですか。はい、今週です。ですね、我々がディレクションしておりますレザーブランドデシです。今回初めてですね、はい、デシでのその単独のイベント、はい、ワークショップのイベントが今週末ですね、3月の11、12に東京中目黒のですねロジュというカフェイベントスペースで行うことが決まりました、はい。もうすでにあの僕のインスタグラムだったりとか、はい、あとはまあデシのおしゃれのインスタグラム等々で情報は解禁させていただいているんですが、イベントの中身っていうところまで分かりづらいかなというふうに思いますんで、うん、まあ、今回この動画で少しだけちょっと話していきたいなというふうに思っております。今回ですね、デシブランドスタートして初めてとなりますコラボレーションでございます。すごい人とできたよ。そうですね、本当に予想だにしなかった。これはそうだね、嬉しいなという感じですね。本当に今日本でもものすごくこう注目されている泉田リーさんというアーティストの方がいらっしゃいまして、ウッチーなんかはね結構もう昔からお友達みたいな、はい、僕はあの今回のコラボレーションを機にお知り合いになっていろんなこうお話をさせていただいて、まあ弟子がこう考えるそのブランドのそのコンセプトだったりとかっていうところにもすごくこう共感してくれて、今回のそのコラボに至ったという感じでございますけども、じゃあどういったものが発売されるんだと、そうですね、いうことでございますけども、今回はですねちょっとだけご用意させていただいております。はい、めちゃくちゃ可愛いよね。めちゃくちゃ可愛い。こんなのがあったりとか、うん、これあの本来はデシのラウンドジップのポーチなんですけど、もともと7000円で、はい、税込み7000円ですね、販売されているものです。軽く紅茶ブランドの話すると、革はイタリアンレザー、はい、でこれを浅草の下町ですね、浅草橋、はい、で職人さんたちが一個一個丁寧に愛情を込めてお作りしている、はい、そういったレザーブランドになります。そこに泉田リーさんが手書きでペイントしてくれてるわけですよ、うん、これめちゃくちゃ可愛い。これはストレートジップのポーチですね。サイズがこれ S サイズで、もう一個上のサイズもあったりするんですけど、はい、これで4000円とかっていう感じ、はい、であとはさっき見ていただいたラウンドジップのポーチのこのスモールサイズっていうのもございます、はい、これで5000円、はい、これ全部手書きで書いていただいて、見えます？大丈夫そうですか？完璧ですよ。めちゃくちゃ可愛いですよ、本当に。で基本こういったもうすでにペイントを入れていただいてご用意しているものっていうのももちろんございますが、はい、今回ワークショップでございまして、うん、泉田リーさんがもうその場で書いていただけると、はい、購入した商品書けるものちょっと限られてしまうとは思うんですけど、まあ、その辺はちょっと要相談と、はい、で泉田リーさんが書けますよって言ったものに関してはその場でペイントをしていただけます、うん、でペイントは一律5000円プラスね、プラス5000円、商品代金プラス一律5000円でペイントをしていただけると、はい、で、すでに書いていただいているものに関してはその場でペイントっていうわけではないんですが、うん、商品代金プラス5000円という形で販売をさせていただいていると。で実際これ2日間行われるんですけど、はい、やっぱりかける量っていうのも限られちゃう、うんうん、どれぐらいかけるかって実際やってみないとちょっとわからない部分はあるんですが、はい、殺到してしまうとどうしてもそのライブでその場で書いていただくことが難しいっていう方ももしかしたら出てくるかもしれません、はい、まあ、そういった方々にのために事前にこういうね書いているという商品とかっていうのもご用意させていただいていると。ただですねこれ書いている商品に関してはこれベージュというカラーオンリーでございます、はい、でデシの商品自体は他にもブラック、あとはピンク、グレーっていうその3色がベージュ以外にもございまして、これですねブラック、ピンク、グレーですね、はい、でこの辺の色に関してはおそらく大丈夫だと思うんですけど、うん、いろんな多分その色の筆を持ってきていただいていると思いますんでおそらく大丈夫だとは思うんですが、ものによっては書けないっていうものも出てきてしまうと思いますので、はい、その辺はちょっとご了承いただければという感じでございます、はい、当日ですね、はい、デシ新作もございます。一応今ちょっとねご用意できてないんですが、二方バッグ、はい、ショルダーバッグですね、
とあとは財布の2方が新作で発表されますんで、その辺もちょっとお楽しみにしていただければなというふうに思います。今回そのデシと泉田リーさんとのコラボレーションのワークショップイベントなんですけども、 With Friends ということで、5ブランドって言っていいの？5ブランド、まあブランド、ね、一応ブランドなのかな、はい、のブランドさんにご協力をいただきまして、はい、イベントをですねちょっと盛り上げていただこうというふうに思っております。まず一つ目が KT'sというブランドでございまして、 KTS ですね、はい、KTS でございます、はい、ライフスタイルにすごく特化したブランドでございまして、例えば洗剤とか、うん、タオルとか、あとジュエリーの洗剤とか、そうだね、ジュエリークリーナーとか、あと CBD のなんかオイルとかどの辺が、ね、まあそうですね、ご用意されるか分からないんですけど、はい、そういったものの、まあ、そういった、はい、ライフスタイルにすごく特化されたブランドでございまして、はい、このブランドももう本当にクオリティ高いから、はい、我らの姉さん、はい、がやっているブランドでございます、はい、KT's、はい、そしてここにいつも声を出している、オス、はい、オスあのね、今回ね、まあ、男性だけじゃなくて、はい、女性の方にももちろん来ていただきたいということで、うん、フッチーはね、ザ・ベストヴィンテージクロージングというレディースの古着屋をやってんだよね、はい、そうなんだよ、オンラインで実はね、そうなんです、でそれも出展させていただく、そうなんです、なかなかないからね、そうだよね、はい、ラインナップはどうですか、かわいいの持ってきますよ、ギャルソン古着とかもないありますよ、あるよね、ありますよ、なるほど、ロケットですね、なるほど、ロケットですまあちょっとね、それなりにそれはね、ちょっとあの、はい、お楽しみにということで、はい、価格帯は大体どれぐらいの、そんなにすごい安くないかもしれないね、そうだよね、どちらかというと本当にいい、言ったらエルメスとかもあるよね、エルメス古着とかもあったりとか、まあその当日並ぶかどうかはちょっと分かんないですけど、まあそういうこう本当にラグジュアリーなブランドからヴィンテージの古着まで、いろんなこうセンスのいいラインナップでお届けするっていうのがザ・ベストヴィンテージということでございます。奥さんやね、彼女にね、間違いございません。もうホワイトデーもう過ぎてるか、ギリギリだ、ギリギリ大丈夫だ、一番ちょうどいい、間違いないよいやでもね、これそれだけじゃないんでね、そうなんです、他にもですねジュエリーのブランドでございまして、 Me and Her というブランドですね、はい、どちらかというとちょっとこう華奢な繊細な感じのジュエリーですね、うん、ルミちゃんのすごいも可愛いし、そうですね、ジュエリーもめちゃくちゃ繊細で、めちゃくちゃセンスある、はい、で価格帯もかなりね、はい、実際もう本当にポップアップの Me and Her がポップアップのイベントしたらめちゃくちゃ人来るんだから、ね、そうやばいんでしょさあもうルリちゃんのためにあるイベントみたいになってくるだそういったブランドだったりとか、はい、あとはフラワーですね、ロジー、ロジー、アイコンさんのブランドで、はい、でもどちらかというとこう本当にセンス、ちょっとこうなんていうのかな、独創的なセンスあふれる方がやられてるフラワーのブランドでございます。聖火が多分メインじゃないかな、あの花束とかそういったものっていうのをちょっとこうイベントに彩ると、変わったの持ってくって言ってましただからね、本当にあの、まあ、コーヒーもあるからそこのロジュっていう場所はね、場所自体がね、はい、それややこしいけどね、ややこしいけど、コーヒーのサーブとかもしてはいるんで、まあ、コーヒー飲んでお花買いに行くぐらいの感じのテンションで来ていただいても全然 OK です、うん、でロジュは1日目11日出店させていただくと、はい、で12日はちょっとお花屋さん入れ替えて BHR という、はいはい、お花屋さんっていうのが入ります。ここは男性の方がやってるんだよね、男性、まあ当日ね女性わからないけ ど、 なるほど、一応オーナーさんは、はだからいろんな多分男目線でのそういうこうお花みたいな、なんかこう感覚っていうのも多分見ていただけるんじゃないかな、すごい素敵、素敵です、あれも出てくるから花瓶じゃないかさ、あーなるほど、花瓶、フラワーベースだ、フラワーベースも販売されると、はい、だそういった、まあ、お花をこう挿していただくものっていうのも物販として販売されるという感じでございます。もう日にち迫っているんですけど、週末でかなりこう気温も東京は暖かくなるみたいなんで、僕らもこうウキウキワクワクな春の訪れとともに皆さんと一緒にこうイベントを楽しみたいなというふうに思っております。当日はですね、僕らあのチームのメンバーもみんないますし、いろんな方々が遊びにいらっしゃっていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で場所に関しては概要欄に貼っておきますので、 Google のマップとかでいらっしゃっていただければ、だいたい中目黒の駅から徒歩で言うと10分
ぐらいかな。10分はかかんないかな。かかんない。まあ多めに見て10分ぐらいかなっていう感じでございますんで、はい、ぜひぜひ今週の週末ですね、はい、3月11日、12日、12時半から19時まで、はい、となっておりますんで、中目黒路地でぜひお待ちしております、半端じゃない、可愛い弟子のコラボレーションアイテム取り揃えておりますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。待ってるね。お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。弟子弟子。